is CGTN, China Global Television Network. こんばんは。11月20日金曜日、ニュースをお伝えします。今日お伝えするニュースはご覧の通りです。はじめに、習近平国家主席は19日、北京でテレビ会議形式で開かれた APEC アジア太平洋経済協力会議商工業界リーダーサミットに出席し、基調講演を行いました。習主席は講演の中で、世界は不可分の運命共同体であり、感染症対策の国際協力を全面的に進化させ、世界経済の回復を推進せねばならない。中国は新たな発展の枠組みを積極的に構築し、対外開放を堅持して、世界各国と互恵ウィンウィンを実現し、アジア太平洋と世界のより美しい未来を共に作っていくと強調しました。商務部の広報報道官は19日、RCEP の署名は中日間自由貿易協定 FTA 交渉に良い条件づくりをしたとの考えを示しました。中日間 FTA について広報報道官は、中国は日本、韓国とともにコロナ禍の影響を克服して既存のリソースを十分に活かし、テレビ会議、電話会議などを通じて交渉と交流を保ち、中日間 FTA 交渉を推進し、できるだけ早く実質的な成果を収めていく。そして市場参入とルールのレベルをさらに高め、RCEP プラスの自由貿易協定を作り上げる計画だと明らかにしました。外交部の趙立堅報道官は19日、中国経済の安定と回復は世界経済にとっても良いことに違いない、世界経済の回復に新たな原動力を添えるものだと述べました。趙報道官は、中国経済には強靭性と大きな活力が見られ、中国は今年唯一プラス成長を保つ主要経済体になると多くの国際機関が予測している。我々は世界市場と融合し、対外協力をさらに深め、世界経済の回復と発展により多くのチャンスと余地を作っていくとしました。中国の有人潜水艇奮闘者号は19日、マリアナ海溝で4回目の1万メートル級の潜水テストを行い、科学考察作業を再調査しました。北京時間午前6時47分、奮闘者号は海に入り、3時間後に1万メートルを突破し、10時9分に海底に到着し、作業を行いました。12時18分、奮闘者号は当日に設置した無人深海着陸機掃海号と合流して、合同作業を始めました。国家文物局は18日、イギリスに流出して25年になる文化財68点が中国に返還されたと発表しました。国家文物局の環境副局長は、中国とイギリスの両国が1970年条約の枠組みの下で文化財の密輸を共同で取り締まり、文化財の返還請求を促したことによる成功例だと評価しました。国家文物局の鑑定によりますと、これらの文化財は形が豊富で見た目が良く、質の高いものが多くあり、そのうちのいくつかは重要な歴史的、芸術的、科学的な価値があるということです。権威ある医学誌、ランセット感染症は18日、中国の製薬大手、シノバックバイオテックが開発した新型コロナワクチンの臨床試験結果を評価する論文を掲載しました。論文によりますと、中国の製薬大手シノバックバイオテックが開発したワクチンコロナバックは、初期段階の試験結果から急速な免疫反応の誘導が確認され、パンデミック時における緊急使用に適しているということです。さらに論文は、コロナバックの第1層と第2層の臨床試験結果を評価した上で、研究者らはウイルスからの十分な保護を提供できると述べています。
現在までのところ、中国企業が開発したコロナバックと他の4つのワクチン候補は、後期段階の試験に入っています。以上、今日のニュース、劉英がお伝えしました。